はい、今緊急で動画撮ってるんですけど、ちょっとね、皆様にご報告があります。新型コロナウイルスに感染しました。いやー、感染しちゃいましたね。 COVID-19 に感染しちゃいました。まあ本当に会社の方々とかスポンサーの方々とかドラマの撮影のスケジュールとかあったんですけど、僕がね COVID-19 に感染したんで、ちょっとそれがそのスケジュールがねちょっと全てキャンセルになったんで、ちょっと申し訳ないなって感じですね。で、めっちゃきつかったっすね。めちゃくちゃきつかった。COVID-19 本当にきつくて。で、ちょっと初日起きた時に、めちゃくちゃ頭痛いなって感じで。で、ちょっとこれはおかしいなっていうことで、体温測ったら、まあ、3割8分9厘。あ、じゃあ38度9分。めちゃくちゃね、高い。高熱があって、もうこれやべえって思って病院行って、そしたらもう陽性ですって言われて、もうあーみたいな感じですね。で、症状も初日に激しい頭痛と少しの倦怠感とちょっと喉が痛いぐらいで、もう次の日からはもうその症状もなくなって、もうめちゃくちゃ元気で、今も体温さっき測ったんですけど、で今はねもう35度1分ということで、僕はもうめちゃくちゃ水分補給したり薬を飲んだり、あとはこのコムドットヤマトさんの聖域読んで僕は直しましたね。これが一番効いたかなって感じですね。これ読んだらやっぱりコロナも道を開けてくれたということで、これね、コロナ感染している人、これマジでおすすめです。すぐ治るんで、皆さんもぜひ読んでみてください。いやー、本当にね、仕事の関係者の人には本当にご迷惑とご心配をおかけして、本当に申し訳ないなって思っております。ファンの方からもね、たくさんメッセージをいただいて、非常にね励みになっていますので、本当にありがとうございます。 COVID-19 めっちゃきついんで、皆さんもかからないように気をつけていただきたいなと思います。今日はこんな報告動画になりました。以上、トミダでした。ご視聴ありがとうございました。